春物のウェアと組み合わせて長い期間で着られる、めっちゃベストは便利なんです。でも今日これじゃちょっと寒いよっていう日、上着を2枚ご用意しました。まず1枚目、皆さんこんにちは。さっさっさっと情報がよくわかるサギチャンネルへようこそ。ワークマン社外取締役のサギです。今日紹介する商品はこちら、じゃじゃん、エアロストレッチのアルティメットフーデットベストでございます。2900円。でアルティメットシリーズでいうと、皆さん想像するのがこちらのね、長袖のめっちゃあったかい3900円のタイプかと思うんですが、実はベストが非常にですね、これね、使いやすいんです。1個あるだけでいろんなコーデもできちゃうし、何よりあったかいしでいろんなメリットがありますので、ちょっと今回そちら詳しく紹介していきたいと思います。最後まで楽しんで見ていってください。はい、じゃあこちらの商品ね、紹介していきたいと思います。商品名、エアロストレッチアルティメットフーデットベスト、価格が2900円でございます。で表面生地なんかね、サワサワとしたね、なんだろう、艶消しのコットンでもないんだけど、なんかね、柔らかい感じの風合いです。素材はポリエステル 100% で、ポケット、ここにスマホなんか入れやすい、なんか謎のこうムービングポケットっていう、ふわふわって開くね、不思議な感じのポケットと、サイドにもこちらポケットついております。でさらに今期のモデルからは、この2つのポケットのさらにサイドですね、横の部分を、ここはポケットではございません。これね、中がやっぱりね、蒸れやすいんです。暑すぎて蒸れるという、暑すぎる服なんで、横にこれベンチレーションになってます。これここからほら、ヤッホーって手が出る感じで、ここで汗の蒸れとかを逃がせるようなベンチレーション機能が、こっちとこちら側に両方2箇所ついています。でなんでそんなに暑く蒸れるかっていうと、中開けると分かるんですが、ここ背中一面ですね、ブラックアルミになっています。まあ、アルミとは言ってもね、あの艶消しの加工になってるので、そんなにテカテカしてうわーっていう感じではないので、これがあるおかげで体をステンレスの水筒みたいにちょっと温めてはくれるんですが、結構ね、動くとね、熱くなっちゃうのもあるんですね。そのための、まあ、こういうベンチレーションがついていると。でここに大きめのムービングポケットもついてるんで、こちらもね、ここね、500ミリリットルのペットボトルなんかも余裕で入るサイズになってます。で本当の極寒の時は本当にもうこの長袖の方があったかくていいんですが、私これね、この冬もよく着させてもらって、本当に寒い時はいいんですけど、例えばこれが電車に乗った時とか、あとなんかお店屋さんに入った時、すごい暑くなるんだよね。で暑くなって前も開けるし、ベンチレーションも開けるんだけど、それでも結構今季はね、特に暖冬だったから暑いなって感じてて、そこでベストの出番なんですよ。あともう一個だけ言わせて、電車に乗った時にね、私実は多分普通の一般女性よりかなりね、肩幅あるんです。この骨がしっかりしてて、だいたいこう座るじゃん、座って横が女性ならいいんだけど、男性2人とかに挟まれるともうぎゅうぎゅうで、あやべえ、これもう肩出ちゃうわって、からしょうがないから、こう体をこうちょっと前に出してさ、お二人と当たらないようにするっていうぐらい肩幅があるのに、アルティメット着てくと、もうモコモコなんだよ、綿が入っててモコモコだから、さらにモコモコで、もうね、もう入らないの、なんで。だからあの電車に乗るときは基本電車乗る前に脱いで乗ってってあるね。でもそれも結構めんどくさいじゃない。なのでそこでベストなんです。何のベストがいいかっていうと、ちょっと今から実践していきますね。カラーバリエーションがいろいろあるんですが、やっぱりちょっともう冬も終わりかけなので、今ね、ここの店であるからですよ。これがね、コルクっていうベージュっぽいカラーと、明るめのベージュですね。であとこれですね、これはね、今季限定カラーだと思います。ノルディックブルーっていう、こういう網目みたいな模様のと、あとこれがアッシュマゼンタ、ちょっとピンクと赤とくすんだピンクみたいな感じのカラーかな。あとブラックですね、というカラーが残っております。でもう結構サイズも大きいサイズが多いから、じゃあね、私この M サイズを着ていろいろいいところをお伝えしていきたいと思います。はい、着てみました。メンズの M サイズを着用しております。ちょうどいい感じですね。結構冬でもあったかい日なんかはこういう風になんかニットとかあのロンティーに重ねてもらって、
いわゆる一番一般的に想像するベストの着方がこちらでございます。でもね、これ本当に胴体がめちゃくちゃあったかくて、背中も裏アルミになってるからさ、めっちゃこれだけでもあったかいし、で今回実は中にニットを着ています。これレディースのソロテックスのニットなんだけれども、これもワークマで売ってるやつです。でこれニットの上にあんまりベストって重ねる感覚ない方多いと思うんですけど、ワークマンの社員のおしゃれ番長が前にニットの上にこういうベスト着るのって意外とありなんですよって、その素材感を結構変えるみたいな感じでおしゃれに着られるよって言ったら、確かにと思って、確かにいいでしょ。でしかもちょっと今回ベージュっぽい、ホワイトとベージュっていう割とその春らしさもありつつワントーンコーデになるような感じで色味になっていて、なんかちょうど良くなりました。でもちろんニットない方は普通のなんか綿とかのコットンのあのロンティーでももちろんいいです。でも今日これじゃちょっと寒いよっていう日、上着を2枚ご用意しました。まず1枚目こちらでございます。今回ご用意したこちらはですね、ワークマンでももう定番ともいえるトラベルシェルシリーズですね。トラベルシェルのウォームジャケット2500円です。これはトラベル用っていうんだけど、このメッシュの袋にですね入っちゃうぐらいコンパクトになります。でシワにもなりにくいし、本当に中それでこれウォームタイプなんで起毛になってます。結構それで薄手だけどちゃんとあったかいっていう感じの素材の、ジャケットです。別にこれじゃなくてもなんか羽織系のものだったら全然他でもいいと思うんですが、これだと今日ちょっと寒いぞなんていう時はこれを羽織ってみようということです。羽織ってみるとなかなか良いでしょ。この中からベストがちらりと見える感じが、これね例えばベスト着てなくてこういう状況だとなんか普通なんですよ。なんか逆に、あなんか上になんか寒いから重ねたんだねっていうんですが、中に1枚ベストを入れるだけでちょっとおしゃれ上級者に一気に変わります。これはおしゃれ番長の教えです。守ってるよ。そうで1枚着るだけであったかさが一気にアップするんで、でもモコモコすぎないから動きすぎてもそんなに暑くないし、変に暑くなりすぎないし、今年の冬なんて本当にこういう感じでちょうどいいかもね。で例えばこれにこういう結構しっかりしたジャンパー系を重ねてしまうと、中のこれが結構中綿しっかり入ってるんでモコモコになりすぎるので、程よく薄手ぐらいな、ちょっと薄いんだけどいわゆるこう紐がついてるよみたいなウェアと重ねるといいのかなと思います。であとは例えばお手持ちのレインジャケット系は、あれ風通さないからレインジャケットって、暴風のために1枚着るなんてやってもかなりあったかいかなと思います。はい、続いてご紹介したい上着がこちらです。じゃじゃん、2024年春の新作リラックスフィットコーチジャケット1900円。これもメンズ商品ですね。でこれさ、ちょっとシャカッとしたなんかね不思議な素材なのよね。で薄すぎない、薄すぎないけど厚すぎないって感じで、袖はゴムなんだね。でこうスナップボタンで止まるような感じで、私これね全然ね着るイメージ自分で湧かなかったんですよね。こう襟がついてるんだけど、ちょっとどう着ようかなと思ったんだけど、実はそれにこういうの重ねるとよろしいんですよ。これ中がメッシュになってますね。で撥水加工がしてあります。はい、着てみました。これめっちゃ良くない？すごく私はいいコーデを編み出したなと自分で思ってるんですが、いいでしょ。このちょっとホワイトの感じでさ、ちょっとベージュとグラデーションコーデみたいな感じになってて、で表はさちょっとシャカッとした、シャカッっていうかね、そこまでシャカッとしてなんだろう、つるっとした感じの素材に、このふわっとした素材にこのもこっとした異素材をなんかちょうどよくバランスよく組み合わせられたなと思ってます。でこれのいいところはこれであったかいのもあるし、寒暖調節がめちゃくちゃしやすいんですよね。で春先になったらさ、もちろんこれ羽織として着てもらってもいいし、で中に半袖 T シャツとか着て使ってもらってもいいし、こういうベストが1枚あるだけで春物のウェアと組み合わせて長い期間ね着られる、これってね結構いいと思うんですよ。でしかも
もちろんベストだから動きやすさがめっちゃあるから、家着でまさか部屋でさこんなの着るわけないでしょ。部屋で寒いから上着着るとやっぱ動きづらさとか絶対あるし、なんかちょっと変だけど、ベストだったらやっぱり腕のあたりとかがめっちゃ動きやすいんで、部屋着としてももちろん防寒ウェアとしても使える、外に出た時も外に出る服としても使えるし、めっちゃベストは便利なんです。はい、というわけで今回はですね、アルティメットのエアロストレッチのこちらのベストを使ったいろいろなコーデの提案をさせていただきました。今さ、これ着てるだけでめっちゃあったかいし動きやすいし、本当にちょっとあんまりねベストを今まで着たことないんだよね、どうコーデに取り入れていいかわかんないっていう方も、コーデめちゃくちゃ1枚あるだけで使えますし、何より動きやすさもあって、すごいね、もう家事にもお仕事とかにもすごいぴったりですので、ぜひですねお近くのワークマンで探してみてください。私のチャンネルでは他にもですね、店内レポであったり新作の紹介もいろいろやっております。そちらも合わせてご覧ください。あとはもう一つのチャンネル、サリーのキャンプチャンネルではワークマンのキャンプギアの紹介やキャンプ場の紹介もしております。ぜひそちらもチェックしてみてください。今回の動画が良かったという方はいいねボタンをチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もう一つのチャンネル、サギーのキャンプチャンネルもぜひチェックしてみてください。 Twitter、X、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いします。